どうも、いつもご視聴ありがとうございます。グリヒロップでございます。今回の動画はですね、パタヤ滞在中5日目に実施した ATK 検査の様子、それから久しぶりに訪れたハングリーヒッポ、またチキンケバブの屋台なんかも撮影してきました。ぜひ楽しみいただければと思います。はい、今日はですね、2022年の4月15日でございます。私がタイに入国してからですね、5日目になるんですけども、今日はですね、この初日に宿泊したPCR 検査を受けたところですね、ホテルアンバーパッタヤさん、そちらの方でチェックアウトの際にいただいたこの ATK のテストをですね、キット、これを使ってですね、今自分で検査しないといけないんですね。でその検査結果っていうのを、モーチャナっていうアプリがあるんですけど、それにアップロードするというふうなことだそうでございます。で、今日もう早速ちょっと ATK のこのテストをしてみようかなと思ってます。過去にもう何度も私自分でもねしてますんで、もう全然抵抗はないんですけどもね、ちゃんとうまくアップロードできるかどうか、その辺のところもですねちょっと見てみようかなと思います。違うタイプみたいですね、これ。まずここのテープをですね、剥がすみたいですね。差し込みます。わかりますかね、綿棒を差し込めるようになってますね。で、この状態で、これをですね、垂らすらしいです。光ってますね、この息を入れましたので、検査のね、はい、はい、というこんな形での、結果となりました。はい、陰性です。はい、一応これで一応今回の入国に合わせた、必要な条件すべてクリアしたことになってますのでね、もう全然自由にということですね。この後の検査も別に特には、あとは帰国前ですかね、 PCR 検査あるぐらいですんで、はい、ということでした。ちょっとこのタイプのね、ATK 検査初めてだったんですけども、今後、この使用される方は、ちょっと、慣れないかもしれないんですけども、ちょっとこちらの説明書を見ながらですね、ちょっと頑張ってやってみてください。この流れ通りすれば、ちゃんと、もう見たまんまですので、はい、別に詳しいその解説とかそんな読まなくても多分ね、大丈夫だと思いますので、はい。あとはこれちゃんとちょっとアップロードできるのかどうかですね、もうちゃんのアプリに、はい、それをちょっとやってみようと思います。Thank you, Kopunaka. Thank you, Kopunaka.
はい、今日はハングリーヒッポさんに来てますね。洋食屋さんです。ソイブカオ沿いにある、人気の、洋食屋さんですね。メニューがバンバン貼られているのが特徴なお店なんですけども、すごいですね。軒並み値段がね、分かりますかね、かなりこう値上げされてるとかね、こういうのも張り替えられてますよね。上からかぶせてるじゃないですか、はい、ほぼほぼ、ね、上からかぶせてあるので以前よりもだいぶ値上げされてる感じが否めないですね。はい、で注文したのは、なんだっけな、ローストソース149バーツのね、このティータイム、なんとかってやつのサービスメニューですかね、サーズデーなんで、今日は2番のローストポーク、キャロット、ピー、スマッシュ、ロースト、グレイビー、ラプトリソースで、これですね。はい、これを注文しました。はい、かなり大きな、まあ、料理というか、もう、でかすぎますね。これね、わかんないと思うんですけど、携帯、これ iPhone11 なんですけど、これぐらいのサイズ感ですね。お皿がすごいでかいんですよね。で、大量のこのグリーンピース、マッシュポテト、じゃあもう芋だらけ、芋だらけ、芋に芋ですよ。なんかおかしいですね、バランスが。はい、まあでも、美味しそうなんで、頑張って完食できるように食べましょう。ということで、今回は ATK 検査や水分化の様子、レストランハングリーヒッポとチキンケバブ屋台を紹介しました。パタヤは安くて美味しい料理がたくさんあります。パタヤに来たら洋食やケバブもぜひ食べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。